guys, Taru! 今回は前回の続きで、カタカナ発音と全然違う英語クイズをやっていこうと思います。Number one, トラウマを英語で何て言うでしょう？正解は、trauma。trauma。前回の動画で出てきた、サウナ、ソーナも一緒ですね。au で o だから、今のトラウマも trauma。から au で oo trauma っていう風になります。はい、どんどんいきます。 Number 2、 ポーチ、ポーチですね、物とか入れるやつは英語でなんて言うでしょう？正解は pouch、 pouch です。これは ou で out っていう風に読むことがあるので pouch、 pouch。 Number 3、 アルコール、お酒とかのアルコールは英語でなんて言うでしょう？正解は alcohol、 alcohol。 なのでアルコール除菌拭きするやつは alcohol wipe っていう風に言います。 alcohol wipes ですね。 Number 4、 セーターは英語でなんて言うでしょう？セーター、セーター、セーター。このヒントは綴りが SW で始まっているところです。正解は sweater、 sweater。 もうセーターと全然違いますよね。 sweater、 sweater、 sweater。 OK、 Number 5、 これは国の名前なんですけど、ウクライナを英語で言うとなんて言うでしょう？これは私的に衝撃だったのでこのリストに入れたんですけど、なんて言うでしょう？正解は Ukraine、 Ukraine。え、まさかの U ですよね。Number 6、 今度は私が住んでいるシドニーは英語でなんて言うでしょう？もうシドニーも英語なんですけど、英語の発音で言うと正解はシドニー、シドニー。シというよりはス、シドニー、シドニーです。なんかうんうん、なんか口の中で舌がってなってる感じ。私も最初来たばっかりの時シドニーって言えなくてすごい困ったんですけど、音を喉だけで出してる感じ、ドゥのところが。 Number 7はエネルギーです。エネルギーを英語でなんて言うでしょう？正解はエネルギー、エネルギー。エネルって多分 R が入ってるからエネルギーになったのかと思うんですけど、もともとはエネルギー、エネルギー。 Number 9はバニラ、バニラ味、アイスクリームとかのバニラは英語でなんて言うでしょう？最初のアルファベットはもちろん B ですよね。だから V になると考えてみてください。正解は Vanilla、 Vanilla。 なんか似てるようで全然違う。バニラと Vanilla、 この音も違うし、アクセントがバーじゃなくて Vanilla に変わってるので、 Vanilla、 Vanilla、 Vanilla。Number 10。 じゃあ最後は前回やったビタミン覚えてますか？バイタミン、そうです。それを言ってる時に思い出したんですけど、コラーゲン、コラーゲンを英語で言うと何でしょう？正解はコリジェン、コリジェンです。合ってるかな、もう一回やります。コリジェン、なんか全然違いすぎてえって最初はなるんですけど、口に出せば出すほどそれが頭に残っていって、自然と話す時にもちゃんとコラーゲンじゃなくてコルジンって言ってたり、ポーチじゃなくてパウチって言えるようになってると思うので、この動画でももう10個やったので合わせちゃったっていう方はもう一度ぜひ見てください。この英語クイズが好評だったらまたカテゴリー別に分けてやっていこうと思っています。いいねとコメントで感想を教えてください。皆さんの英語学習が少しでも楽しくなるように応援していけたらと思います。 Alright guys, thanks for watching. I'll see you guys in the next video. Bye!